っちゃったけど、ついに、ついに、ついにみんなのラブリーシスター、なぎさちゃんが帰ってきましたよ。この9年の間に、某動画サイトですっごくたくさんの人たちとお話ししたような気がするんだけど、私の気のせいかな。なんだか長い夢を見ていたような気分。話が脱線しちゃった。ちゃんと CD の宣伝をしないとお兄ちゃんに怒られちゃう。この冬エッジレコーズからヤンデレ CD シリーズの最新作ヤンデレ CD リバース、ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れない CD4 が発売されるんだよ。ヤンデレ CD の看板娘であるこの私、布原なぎさも華麗に復活なのです。やったね、粉砕玉砕大喝采って、粉砕はともかく玉砕しちゃったらダメじゃない。なんなのこの台本。私を復活させるのに9年もかかってるし、この CD の担当プロデューサーもっと真面目に仕事するように。一度閉めておいた方がいいのかな。それはともかく、私とお兄ちゃんが紡ぐ新しい恋と愛と家族がテーマのハートフルラブストーリーをお楽しみにね。今度こそ、今度こそお兄ちゃんと結ばれてみせる。私の恋を邪魔する女がいたら、無造無造の区別なく私の包丁が許しはしないわ。なんちゃって。エッジレコーズが送るヤンデレ CD シリーズ第4作ヤンデレ CD リバース、ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れない CD4、 2016年12月21日発売。ヤンデレの歴史にまた1ページ。お初にお目にかかります。口なし綾子と申します。この度は私が出演させていただきますヤンデレ CD リバース、ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れない CD4 が発売ということで、僭越ながら宣伝などさせていただければと思います。ヤンデレ CD シリーズというのはもう9年も続いている由緒ある作品だそうで、私もシリーズ最新作の名に恥じないよう精一杯頑張りたいと思っています。ところで、実はまだ台本を読んでいないので、ヤンデレというものがどういった意味なのかよく分かっていないのですが、ツンデレならなんとか分かっているつもりです。勘違いしないでよ。別にあなたのことが好きなわけじゃないんだからね。ご本失礼しました。これがツンデレですよね。自分の心に素直になれず悪態をついてしまうなんて難儀な性質です。しかしヤンデレ、ヤンとはどういう意味なのでしょうか。ヤンキーとは素行不良な方のことですよね。でも私ではヤンキーというイメージとはかけ離れてしまうと思いますが、あ、やはり違うのですか。そうですよね。え、ヤンキーが出れる意味のヤンデレもある。なるほど、世間とは広いものなのですね。とにかく私が出演するのであれば、つつましく奥ゆかしくも大正桜にロマンの嵐的な壮大な物語だと思います。皆様、
発売まで楽しみにお待ちくださいね。エッジレコーズが送るヤンデレ CD シリーズ第4作、ヤンデレ CD リバース。ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れない CD4。 2016年12月21日発売です。聞いてくれないと暴れちゃいますよ。